今回そちらの味ヶ浦の駅でもミニトークショーを私からシェンジさんが披露いただけるということでございます。もうね、ディーゼルカーを見ても交通情報を聞いても、あの黄色いあの方が出てくるというようなね、サブリミナルがあるかもしれませんが、引き続きトークステージをお楽しみいただければと思います。それではここで一度吉田社長もご登壇となります。どうぞお開きしてお送りください。ありがとうございました。12時ちょうどからですね、ひたちなか海浜鉄道、そしてひたちなかの親善大使でいらっしゃいますお二方を お招きしてのトークステージをお送りしてまいります。ステージの準備が整いますまで今しばらくお待ちくださいませ。まだ練習まで時間はかかるんですけども、頑張ってまいりますので、また皆さん応援よろしくお願いいたします。こちらがひたち海浜鉄道の、ひたちなか海浜鉄道の社長さんです。はい、はい、お名前は聞いてます。東中海浜鉄道の社長をしています、吉田と申します。よろしくお願いいたします。皆さんどんどん来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、あちらもいいかな、新鮮タイプ新鮮タイプさんは大丈夫かもしれないですけど、慣れてないんで。これがカメラ、どうカメラないの、なんかスキースピーチがないの。あ、そうだ。3DVR ありがとう。海水浴場です。近くには大型ショッピングモールや国営日立海浜公園がありますので、一日中楽しむことができます。2つ目は平磯海水浴場、こちらは波がとても穏やかなので、ご家族でのお出かけにぴったりです。クジラ型の滑り台、クジラのダイちゃんはお子様たちにも大人気です。ぜひ皆様もクジラの大ちゃんに会いに来てください。海水浴場は7月16日土曜日にオープンいたします。8月21日日曜日までお楽しみいただけますので、ぜひ立中市の海水浴場に遊びに来てください。続きまして、立中市のおすすめスポットをご紹介します。
ひたちなか市といえば干し芋が有名なんですけれども、本日のイベント会場でもある味ヶ浦駅はですね、令和になって国内で初めてできた神社、干し芋神社がございます。ひたちなか市は干し芋の生産量が日本一ということで、干し芋神社の鳥居の色は干し芋に使われるさつまいも紅はるかをイメージした黄金色なんです。欲しいものがすべて手に入るということなので、皆様欲しいものをですね、念じながら心を込めてお願いしてみてくださいね。そして本日ひたちなか外輪鉄道沿線の各会場のイベントにいたします。会場は全部で3箇所ございます。まず1つ目は味ヶ浦駅前特設会場となっております。ひたちなか外輪鉄道港線を44年間走った車両の新体とした鉄道神社が建立1周年ということで記念祭を開催しております。でこちらではご神体キハ222の無料開放やステージイベント、そして地元の方のご協力により地元食材の無料配布を行っております。で2つ目は平磯海岸特設会場となっております。平磯駅から徒歩約10分のところにございまして、こちらでも地元食材の無料配布を行っております。数に限りがございますのでお早めに行ってみてくださいね。そして3つ目は勝田駅前表町商店街です。商店街が歩行者天国となっておりまして、本日こちらでは第50回勝田たまり場横丁が開催しております。アクセサリーや小物などのハンドメイド作品、そしてチョークアートなどのワークショップ、そしてくじ引きなどなんと78店舗が立ち並んでいます。カレーや石窯ピザ、キッチンカーなどの出店など美味しいものも勢ぞろい。そしてですね、お猿の大道芸やミニ新幹線の乗車、バスにお絵かきができたりとワクワクがたくさん詰まったイベントとなっております。この会場もですね、15時までということなので、まだお時間ございますので、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。以上、本日の各会場のご案内でした。それでは、こちらで引き続き楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございます。お願い申し上げます。ありがとうございます。さあ、それではこの後のステージプログラムご案内申し上げます。松はね、こっち側よりもね、独立だからね、はい、見えない反対側の方が人形がない。
なんて言ったってね、200戦で水戸まで行ったんだから昔。